皆さんこんにちは、りゅうきです。今回ですね、スキズ、僕の大好きなスキズ、ストレイキッズのコラボプリ、カオラボ2っていうプリッキで、スキズがコラボしていて、スキズとね、こんな感じで撮れるんですけど、今回はそれを撮りに行くんですけど、平日っていうか、普通学校があるので、学校行ってから、まあ、プリクラ撮りに行くっていう一日です。では、スキズキズキズ久しぶりに、学校ビログ兼、お得ビログっていうか、そんな感じです。コラボプリがそのなんか、真顔で有名っていうか、あんまり笑ってないっていうか、なんて言うんだろう。めっちゃスキズ、めっちゃこんな感じ、めちゃくちゃスキズな感じのあれなので、服どうしようと思って、白か黒なんですけど、スキズの推しはスンミンさんなんですけど、スンミンさんは白服を着てて、まあでも白でもいいか、うん。白を着ていきます。白を着ていきます。楽しみ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 。ストレンジ、映画のドクターストレンジ見たくて、見れるかな？時間あるよね。見たくない？まあとりあえずもう学校の準備していきます。はい、で今学校について授業を受けてるんですけど、とかなんかメイクなんかやばい、なんか目がちょっとやばいんですけど、ちょっとこれちょっと間違えちゃいました。はい、まあこれはまあでも正面から見たらいい感じなので、これはただサムネだけってやつなんですけど、はい、こんな感じで授業が終わって、その YouTube のサムネを撮りたくて図書館に行きました。その、まあ、さっきまあなんか授業中の写真はやっぱりあんま使えないので、使えないというか、まあ後ろの人も写っちゃうので、まあこの図書館に来て、まあ学生っぽい写真を撮りたくて、やらせですよ。まあ学生っぽいなっていうのをやって入れたかったので、図書館にこのために行きました。で帰りまーす。で、学校帰ったら、今から行くのは、イエーイ！今、大須という町に行きました。で、プリカを取りに。で、このプリン、この河原場通りでプリカとか取ります。で、スキズの、これをプリンのやつを選択します。押してください。はい、やっぱり。はい。で、まあ、一人です。で、OK、いつも一人です。で、先に A から取っていきます。はい、OK。で、楽しみます。こんな感じで、そうそう、曲がね、どうやらありません。うえおーえー、スターばっかもすんなーって流れてたり、メリアックポーズとかしたり、こんな感じで、今、撮っています。で、プリーン完成でーす。そう。よく、そう。まあ、やっぱり、距離感を撮るの難しかったけど、まあ、普通に楽しかったし、可愛いし、うん。こんな感じでーす。あとで、ゆっくり紹介します。で、この落書きは、やっぱりこの、フランケンみたいな、わかんないけど、ネジがね、取れちゃうよ、みたいな、わーみたいな感じでしました。こんな感じで完成です。プリン、一応買いました。うまっ。はい、第一目的のプリクラが撮れたので、今からサンリオショップとタワリコと携帯のフィルム買いたいから、電気屋さんとかでも6時半から映画のチケット買ってたので、6時半までには名古屋の方に、名駅の方に行かなきゃいけます。楽しい。こんな感じで、めっちゃでかい橋もあります。うん、これがなんか、ヤバ町大変です。めっちゃ良くない？めっちゃなんか名古屋って感じがします。え、なんかめっちゃ綺麗、なんかめっちゃなんか、え、すごい、え、ジブリみたい。こんな感じでミュージックビデオっぽいのを撮れます。ここどこやねん、これどこ今日のここで紹介します。イエーイ。今日の服は結構まあ涼しい感じで、上は多分上は羽織ってるのが無印良品で、インナーがユニクロで、ズボンがコンバット、選んで買いました。で、靴がプーマです。プーマ。で、カバンがなんて言えばいいの、これコロンみたいな感じで、はい、可愛いよね、全部ほらこんな感じです。でも今日朝準備するときにコンタクトする前にこの半ズボンをね履いたんですけど、コンタクトしてから足見たら思ったような毛が生えていて、別に個人の自由だし別にいいんですけど、こんなに足に毛が生えてると思ってパンズボンは履いていません。もう間違えました。映画までちょっと時間があったので、ガチャガチャをしに来たんですけど、このサメのぬいぐるみっていうガチャガチャがあって、何これやと思ってやりに来ました。何これ、何が出るんでしょうか。はい、こんな感じで、なんかこれでこれが出ました。イエーイ。でもこれ可愛くて、なんか名前はなんだっけな、名前これ見えますか。カスザメって名前なんですけど、可愛いよね、なんか僕みたいで、なんか可愛い方で、なんか親近感が湧いて、なんかわー。はい、今から映画館に向かっているんですけど、まあ、普通に向かっていますっていう動画です。で、プリーン動画撮影見てきます。で、見終わったんですけど、わー、本当に最高、本当に
まあ、もう前、ま、もう一回見たいって感じなんですけど本当に。私僕あのすべ正直言ってしまうと全てのマーベル 見てないのでちょっとやっぱり復習とかしたいなと思います。はい、でもうあの家に帰ります。でこんな感じであの楽しかった一日でした。でこの名古屋は今こんな感じっていうのをまた見せておきます。いいよね名古屋って、ほらいい感じです。はい、あの家に着いたんですけどちょっとめっちゃ寝ちゃってて、あの今起きました。あのプリクラとか買ったものを紹介しています。今回はこんな感じでメンバー全員分をやったんですけど、最初はこちらスピーンこの2つ、このまあ、あの ピンの 2つを取って、これは普通にまあ、あの、楽しかったです。はい。で、次に、プリーンバジャさんです。イェーイ！こんな感じで、ほんとに、あの、めっちゃ距離感、そう、距離感使うのもめっちゃむずいっていうか、まあ、なんて言うんだろう。めっちゃもう高画質系のコラボプリだったから、そう。ほんとにプリが撮ってるよっていうよりかは、なんか、コラボプリっていう感じが強かったら、うん、この、なんていうの、スキズさんたちっていうか、メンバーたちの写真が結構なんか、コンセプトフォトっていうか、なんか、めっちゃ高画質な写真だったから、まあ、思い出みたいな感じの写真です。プリーン！あの、リノさんをね、こうやって、うーってやったり、で、ほんとにそう、あ、そう、これも、まあ、ほんとに文句ばっかかもしれないですけど、ほんとの、あっち側のね、あっち側のあんまりポーズがないから、ちょっと、あの、僕はどうすればいいんだろうって感じで、ちょっと迷ったんですけど、こんな感じになっちゃいました。で、ピーン！そう。めちゃもうこんな感じでこんな感じになっちゃって。でも僕はこうやってイエーイってなっちゃったりして。まあね、楽しいよね。で、ピーン！だからヒョンジさんヒョンジさんは結構唯一写真動きがあるっていうか、まあピースとかじゃないんだけど、こういうやつで僕はなんか、ふーとかやったり、ほんと結構、まあ、プリクラ自体は、何おー、ステップかもしんなとか、スキズの曲が流れてて楽しかったし、まあ、これもいいんですけど、やっぱりね、ポーズとかもなんか、イエーみたいなのあったら楽しかったなって思う。楽しそうでした。あったらね。もっと言い方とかあるんじゃない？次、プリーン違うセット。違う4人メンバーのやつで、プリーンこれ、ハンさんね。これも、これが、これめっちゃしょっぱな、撮ったやつ。これも最初、どうしようかと思って、もうやめそう、どうしよう、ああ、くっってなっちゃって、なおポーズができなくて、こんな感じで。でもこれもね、味がある？プリーン！で、これ、フィリックスさんと、ハートね、イエーイみたいな感じで。プリーンがスミさんで、イエーイ僕はスキズの推しはスミさんなんですけど、スミさん、ワンスミさんにワンってやって、今、はい、こんな感じで。今回は白い服着ていったんですけど、やっぱり、黒でも良かったかなって感じです。はい。次、こちらです。プリーン！あやさんです。あやさんも結構普通にピースしてたんですけど、まあ、これ結構唯一、距離感、まあ、全く一緒ってないけど、距離感合ってる気がする。うん。私、このプリクラ、そう、本当はね、もう4月から始まってて、やっと行けたんですけど、4月22から5月22まで、あと3日あるかな？あと3日。うん。行ってみてください。では、買ったもの紹介していきます。プリーンお願いした。まあ、先にまあ、これはまあ、普通にまあ、iPhone の、そう。みんなってさ、携帯のフィルムとかって、どっから買う人？もう1個入ったら我慢できないのか、ちょっとでも我慢できるのか、僕本当に1個でも、1個でもっていうか、まあ、逆に1個だから気になるのかもしれないけど、このさ、見える？このさ、これ、見える？これも、これめっちゃ気になんない？これ。こっからそう、ひびが入ってるの、こっからピーって上に。これがめっちゃ気になるっていうか、本当に、毎回なんか、あーって見つけるたびになるから、買いました。私、僕iPhone が11 Pro、11 Pro Max だから結構、もうどんどんなんかシールの種類もなくなってきて、はい。もう早く携帯買いたいです。ピーンそうこれは、ヨドバシカメラで買いました。これは、プラザで買ったんですけど、このグミが、そう、まあ、結構 TikTok で、有名っていうか、YouTube とか、ASMR 系の、有名だと思うんですけど、これ、美味しくて、そう、こんな感じで、なんか、なんて言えばいいの？グミに、なんか、つぶつぶのラムネみたいなのついてるみたいな感じです。めっちゃうまいの、うまいの。うまっ。最後、こちら、スプリーン！この、サンリオで買った、ハンディファンでーす。元が880円なんですけど、値下がってて、484円になってて、ほぼ半額になってて、えぇ？と思って、可愛いと思って買いました。で、本当は、そう、これ、プリーン！なんていうの、この、これが欲しくていたんですけど、なんていうの、この、ランダム系の、哺乳瓶とかベッドとか、この中に、お城の写真っていうか、アイドルの写真入れてる人がいて、可愛いと思って、これが欲しかったんですけど、もう多分なくて、とか言ってたら、これと思って買いました。充電式じゃなくて、電池式なの。電池式もいいよね。
あこれあ外せるんだこれ。ああいいね。3、2、1ピン。そう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 、こんな感じで結構風来るよ。うん、でもこれでもこれあのボタンなんですけど、あのずっと押さなきゃいけないっていうところがあります。あの普通にいいよ。私こんな感じで可愛いし、あのこれ紐もあるからこうやってね、夏に、夏っていうか暑い時に、てかもう今暑いよね。もう今もうなんか気温も暑いけど、もうほんと湿気マジジャパンすぎるよね今で。こんな感じでつけたら、わー、あめっちゃいいやん。ほらあめっちゃいいね。まあうん、これからの季節にあの使います。はい、というわけで今回はあの好きでのプリとかいっぱい、あの学校とかいっぱい、どうやら行きました、どうでしょうか。あ、映画、そう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 、ドクターストレンジ、やばい。そう、僕あのマーベル、ま、全くめちゃくちゃ詳しいってわけじゃなくて、普通に好きっていうか、あのアクション、まあ、あの結構僕あのボーイズ、あのね結構アクションとかあのパワーを使うところが大好きで、よく見るんですけど、やばい、その映像とかもすごいし、あの結構僕、まあ、映画館で見てるとなんか時間気になるっていうか、あ、今はこの今映画の中盤らへんだろうなとか、なんか思っちゃうじゃん。なんかあれ、あともうすぐでこんな感じ、なんかなんだろうなみたいななるじゃん。でも本当あのこの映画、僕は今日見たドクターストレンジのこれは本当に、え、気になるーみたいな、どうなっちゃうのってみたいな、あのなった。うん、でみんなバイバーイ。ストップの検索結果ありません。おーえー、ストップかもしんない。